9番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。えっと、初日1番手ということで、進行論を語っておこうと思います。えっと、超人気局の神梨部屋ってことなんで、えっと、私、フルオープンが一番強いと思ってます。で、えっと、スムラの人もちゃんとスムラ使用してもらいたいです。で、役割の人もちゃんと出てほしい。で、スムラの人が役割でアンマー出るとか、そういうのはムラにないと思ってるんで、やめてください。 はっきりえっと言ってもらって、で役割が五人出た場合、五人以上出た場合はえっと役の内訳はかしいと思います。四人の場合はえっと役制でえっとスムラから釣ってくるっていう方向かなと思ってます。で私スムラです。私スムラね。はい。で一番さん以降もちゃんとスムラか役職ありか言ってってください。お願いします。一番のプレイヤーは よろしくお願いします。役割です。9番さんの印象は、うん。まあ、超人気曲だったらフルオープン進行は結構安定っていうか、まあ、定番だと思うから、うん、定番、提案自体はそんなに黒くはないなと思いました。うん。まあ、そうだね。一番最初に喋る人は、結構2週目の発言で結構決まると思うから、2週目の発言で、 えー、9番さんの色をちゃんと見ていきたいなと思っております。役割です。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、役職ありません。スムラです。うん、そうだな。91、うん、うーんまあ、どっちか人狼いるとしたら919番なのかなといった感じがな。うん まあどこが黒いというのはないけども、うん、どっちかいるとしたら9なのかなといった感じです。うんうねまあうん、とりあえずは話すことないんで、うん、様子見ます。3番のプレイヤーは発言してください、はいおはようございます、えー。自分はスムラです。役はありません。えー、今後、えー、役使用することもございません。 はい。えー、で、えー、そうですね。えーまあ、9、1、2と発言聞いてきて、えー、9番さんって何か使用しましたっけっていう感じなんですけど、これってチャットってダメなんでしたっけ俺、ごめんなさい。ちょっと8番さん説明あんま聞いてなかったんで、えー、チャットは2週目からとか、2日目からとかなのかなわ、うん、からないけど、とりあえず、村です。えっ、ー、と、そうだな。1番さん役割でしょ。 あーとりあえずあーと役割全然出てくれないと考察しようがないかなっていう感じですかね。じゃあ4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、と私と、村川陣営で役割です。役割です。えっ、ー、と、9123で、まあ、9番さんの進行 FO、フルオープンの提案は、まあ、安定だと思うんですけど、その後の提案が結構。 私とと本当にに同じ考えだったののででスムラなんですけど結構ムラめに白き今のところ白く見てます、まあ1番さんが、まあ、9と1比べたら1の方が黒いかなと思ったんですけど役割なので置いといて2番さんは9の方が黒いって言ったのかなそれがちょっと考えが逆まあ役1番が役持ちだからかなあと3番さん9番さんスムラスムラって言いましたよ。 キューバーさん、スムラって自分で言いました、3番さん。えー、3番うん、ちょっと、2と3、どっちも白くはまだ置けないかなって感じです。以上です。5番のプレイヤーは発言発言、お願いします正直、今後進行のメリットが全くわからない。順番に出てって、これさ、普通にムラリアンのってとこ、陣が有利なだけじゃねえので。そこに何も突っ込まなくて、そのまま進行してるっていうのも正直謎なんだけど、ね、キューバーさんのメリット言ってよ。うん 普通にさ、フループンがいいのは分かるけど、それと同時とかの方がいいんじゃないの普通にさ、えっ、ー、と、このまん面さ、普通に今2人出て,てるよね。2人出てるよね。人外さ、出るかさ、どうするかさ、状況を見てめっちゃ選べるんだよ。めっちゃ選んで出るかどうか悩め、悩んでから出れる。最後の方ね、特にね。それでさ、普通に陣が言うだけじゃんうん。なぜこの進行が強いと思うのかっていうところを待つ説明もないし、正直、強い意味もわからない。 うん、で4番3人、役職ありで出てきたんだけどさ、普通にこの出方だとさ、普通に陣外も出てくると思ってるよ。で、9番が白い、9番が白い、意味が分かんないから、4番は結構陣外目で見ている。<laughs> で、B、さんはム村普通に使用してたけど、うーん、そうね。あ,あ、正直。 そこまで黒いとも白いとも思ってないのではまだ正直そんな印象がないただこの進行をそのまま従ってるっていうところがちょっと謎ってところかな、まあ、1番さんねその位置で出てくんか1番さんも突っ込みはないけど4番ほど違和感覚えなかった以上6番のプレイヤーは発言してくださいうん鉄を切れか 7番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、自分は役を持ってます11人形の平和,村平和村信号ですねはい147役持ってます14番さんは役が透けるような発言を今後一切絶対にしないでくださいね今日は6番釣りでしょう自分が陣外で置いてるのは5番さん5番さんがもしム村だとするなら9234 が住むら使用した時点で少なくともここの中に一人がいるんですよね。あなたがスムラなら923の中できちんと精査をし、役をたたくようなことはないと思いますよ。村ならね。という意味で今日は5番さん釣りです。以上です。8番のプレイヤーは発言してくださいん ?5 番さん釣り えっとね、6番さん接続切れがあってから、6番さん役職ありますかスムラですか自分はスムラです。6番さんはスムラかどうか、チャット、占い、ほう、ってことは役職4人か。なるほどね。心境濃厚かなとは思うね。 うーん、これは、対抗は出ていいんじゃない対抗出るなら、あた、7が対抗、8白、6番3は ?3、えぇ、ー、俺3黒いと思ったんだよね。俺3が一番黒いと思ったんだよね。あの、グレーで。え ?3 に、ね 半スらえ、5はどこにしろえ、5は、あ、俺か。うーんと、そうなると、これね、3囲ったようにしか俺見えないんだけどなー。 どううだろう俺もう初日から占い決め打ってもいいんじゃないかな6つっても6強かなけどオオカミじゃないよな多分ってなるとグレイチ1二と9が切れてんだよね2と9のどっちかからいきたいな番のプレイヤーは,は発言してくださいえちょっと待ってこれ役職5人出てるでしょ役からいった方がいいです絶対うん えだって役職5人で2人外でしょ。うん、なんで8番さん俺と2番さんをしたかな。うん。明らかに4分,のい、えー、4分の1作るより5分の2作った方が確率高いでしょっていうところ。で、えー、っと、14に関しては、例のなのかなどうなのかなうん。えー、俺は14どっちかから行きたいですよ。うん。14が例の、例の、例のならね。 一、まあ、4が占いで出てくるんだったら占いローラーだけども一、えー、4が、えー、っと霊能対抗だったら一4で精査して臭い方を入れたい,、うん、い正直一4どっちが真か偽かはまだ真偽はついてません、うん、で何で8番さんは、えー、っと5人役が出てるのに、えー、っとグレーからストロッとしたっていうのをちょっと2周目で言う気化してほしいかな、うん 俺は現状では1から1か4かどっちかから行きたいです。はい。あ<ー>上、ね、2> 例の2人か、えー。そうですね。うん。現状ではその8番さんの視点が分かんなかったから8番さん黒目で置いてます。以上です。ああ、5がオオカメあるかもしれないな、これ。うーん、そうだな。9番さんが8を黒く送る理由がちょっと微妙かな。いつも8番さん白いと思ったけどね、理由としては3番さん初日、 うん、<laughs> 人の話聞いてなくて、メラれないと思ったすそこちゃんと8番さん、3番さんのこと殴ってたから、8番さん白いと思った。で、2番さんは、うん、1級しかの発言しか聞いてなかったけど、ちゃんと1級で比較してたから、2番さんも初日の釣り位ではないなと思ってて、僕も今日の釣り位置は3番だと思ってた。でも、僕、霊能だから、4番さんが霊能してきたら、霊能使用してきたら今日は4番さん。うん、でもグレー,グレーから行くべきなのか、俺は4番さん釣りたいもん、人外、 俺目線確定してるから、うん、うかなグレーでグレーっていうかまあ、片白も含めると8番さんが一番白いと思ってて3番さんが一番黒いと思ってます以上です 2>, 2番のプレイヤーは発言してください22か自分も占い決め打って6行こうかなと思ったんだけどな、うん、8番さんからは黒要素は拾えてない、うん うん、考察も自分も3、4で見てるから3番で、うん、同じだから多分無駄なんじゃないかなと思うよ。素直に。うん、まあ、狼狙うなら3かな。ああ、4いった方がいいのか。例ので多分出るんだろうから。うん、うん まあ一日目だし強人行ってもいいし、まあ狼の可能性も十分あるから自分は六番から行きたいかなって言うけど思うけど、でも可能性なかったもんな。一四どっちか行った方がいいのかな。例のはね、うん、やっぱ行ってもいなくても、うん、一緒とは言わないけど、うん、あんまり意味がないような感じがするからやっぱ四かなそしたら、うん、まあ例の行ってもいいんじゃないかな以上で三番のプレイヤーは。 発言してください、はいいはようございます、えー、まあ初日はこのままならレノでしょで4番さんの発言聞いてないからわかんないけど多分レノで出るんだと思うんですけどまあねえー、まあね俺を叩きたくなるのはわかるただ俺本当に把握もねひどくて八番さんのその俺チャットし チャットなしなのかなって思っちゃってなんで912が普通に進行してきてるのかなって思ったから普通にスムラ使用しただけなんだけどもしねあのチャット OK って分かってたら普通にあの9番2周目の9番さんの位置で一斉フルオープン提案してたんだけどあんまりそこが把握もひどかったからねで、まあ、14のどっちかだな、えー、4番さんの発言聞いて決めますっていう感じですねで、まあ、レノロラだなこれは、うん、レノロラしたい 4番のプレイヤーは発言してくださいはい、はい、私役割例のですよでなんであ5番さんが9番の FO のメリット言ってよって言ったけどもう9番さんの時点で FO を提案して123って、まあ、このチャットありだったら、まあ、なこの時点でみんなで一斉にあのあのチャットで使用してっていうのがいいと思うけど3番までもこの流れで来ちゃったらもう9番さんのこの流れに従うしかないんですよもう 9番さんがそう言ってるんだから。だから私は、まあそれでいいかなと思って、このまま進行していきました。まあ、この番目、占い、あ、占いじゃないや、や霊能なんですけど、まあ私目線一番人外で、まあ一応あた、私が釣られた時のためのことを言っておくと、まあ5番、6番が占いで出て、まあ6番さんが接続切れで聞いてなくて、で、私最初3番結構、 黒いと思ってたんで、まあ、6が3囲ったんじゃないかなって正直思ってます。で、5番さんが発言は一瞬目。まず、あ、白く見えたんでまあ、5が8で囲ってる。ま九宅間さんも白いと思ったんで、こが8番囲ってることもないだろうし。まあ、私目線6一人外でスムラにもう一人いるのかな？って感じですね。まあ、私目線1番さんがまあ人狼かえ狂人だと見てます。以上です。 5番のプレイヤーはノーローラー、レノーノローラーな、普通に3番提案してたけど、レノーノ失うのは辛くないか、これもしんじゃったらどうすんのって思うんだよね。普通にさ、まあ、ここの番目、人外に出ているけど、レ能ノを失ったらさ、きつくない、うん、正直、一音のせいさ、真偽なんて正直今つかねえよ。確かにここ 役割するのが流れなんだろうけども、霊能は失ったら俺は辛いと思ってる。で、俺出なかった理由ね、普通に出るメリットがないと思ったから出なかった。で、6番が出た。その時点ではまだ出たくなかった。ただ7番が出た。7番が出たのよね。だから俺も出た。うん、普通にさ、えー、と俺が陣外ならまず3人目は出ない3人目。3人目でいきなり出る必要がない。うん、ってとこね。 で、7番触らないサンスラだと思ってる。7シーンね。で、9番さ、えー、っと、5人出たらさ、役職さ、もう全部フルオープンで、なぜその時に提案しないのか。1週目の進ロと2週目、その時点で待て、5人出てたじゃん。なんで1音の、1音のチャットあリのようにさ、死をさせないの言ってることめちゃくちゃやだよ。んで、5、6の審議に触れずに8を黒と見てる。俺の形をね。うん 8を黒く見るんだったら俺のことが偽で見えるはず。で6が真になって3が白くなるんじゃないの。そこの考察全くなかったよね。ただ8番が黒いって言っただけ。で6番さんこれ3白でいいんだよね。3サロになってるけど、ちょっと。うん。そうね、今日ね、俺は6いってほしい。6番。 のプレイヤーは発言してください充電切れたんだよ。充電切れたの。で、3番白ね。で、これさ、5番、やばいっしょ、普通に。みんな、占い審議ってまだついてないのに、真の。<laughs> で、8番も片白だけど、普通に俺つい、押てきてるじゃん。やばいだろ、普通に今日は霊能ローラーだろ。占いの方が大事だからね、普通に。やばすぎ。みんなやばすぎだろ。5番。 もう5八人狼だろ、これ普通に。俺、てか3俺、囲ったとか言われたけど、囲ってねえから。普通に3番か、勝手に白出たの。こいつは勝手に白出たの。やばすぎだろ。で、俺だからで。おい、3番しっかり白ろよ、お前。やばすぎ。今日、霊のだよ、4か1。うん、どっち行こうかなーって感じ。えー ?7 番。のプレイヤーは発言してください。えとりあえず、こういう発言をしておきます。 5狼も十分あると言っ,て言っておきます。1、4の例のが信教である場合は、えー、占いに出ている6、7、両方白だったら5狼目線、1、4信教なら6、7、どちらかアーマーということが分かりますよねで。そこで占いに出なかったら、2日目以降、1、2神経の平和,平和村になることがか確定するんです。5か狼なら、1、4、6、7全員が白なんで、絶対にこの中に村語りがいるんです。 そいうのを言っておきますね。一応ね、村のために今日は一四どっちか絶対に行きましょう。八九二三の中に一人が一四二一人が五六一人がという場面になってます。今日は一四どちらか。八番のプレイヤーは発言してください。うん、一四どっちか行くんだね。俺はね、ライン戦したいんだよな、ライン戦。 ライン戦多分みんなしたことないでしょう。あんまり勝ちにこだわんないなら俺楽しみたいんだよね。正直ね、多分3番さん残せないと思うんだよね、みんな。俺3つって多分、グレー噛まないでしょ。まあ7番さん噛むんか。3つって例の結果同時出しとかどうですかで3つって、 カククロの可能性もなく、ありえない。産つってカククロの可能性もあるし、下手すればパンダの可能性もあるし、俺それ面白いと思うんだけどね。うーん、俺2番さんも9番さんもそんなに狼っぽくないんだよな。9番さんなんか特に俺にいきなり狼塗るのはすごく良かったと思う。把握漏れしてたからね。 役職の数間違えてたぐらいだからそこに突っ込む9番さんも狼っぽくなかった。で、2番さんも初日の、えっ、ー、と、1と9なら9の方が狼っぽいなっていう発言は、俺白いと思ったからね。ってなるとやっぱり3が人狼っぽいんだよね。霊能に狂人なら。霊能にさすがに狼出ないでしょ。普通に狼。大体普通の村は霊能ロラになっちゃうから、 なら、霊能神経と見るなら、えーと、5と6比べたら6の方が人狼、3、6人狼あると思ってて、3が霊能結果パンダになるんじゃないかなって俺は想像してる。だから俺今日3行きたいです。投票を始めてください。ありえん、こ,こらじゃないべ。 うわ <laughs> !258 すっげえなこれ一番のプレイヤーは初ゲーなでんで投票なるん <laughs> お,おかしないな、えー、ちょっと待ってこれどう… 1が4入れてるの僕はもう4番人外確定しか4に入れるしかないけど3番に入れてる258は な何を思って3番に投票したんだ <laughs> うー、んうん。3番、まあ確かに8番さんの言うとり残しておけないのかもしれへんけど、うーん。いや、普通に4番釣ってほしいな、俺は。3番、俺は分かんないから人外かどうかなっては。まあうん <laughs> これ面白い割れ方したな。そうだな、それぐらいだな。3番に投票してる人は4番に投票してほしい。まあ、俺目線の話だけどね、あくまで。3番のプレイヤーは発言してください,、はい。えっ、ー、とー、えー、今日俺釣りはおかしいでしょ、絶対に。アホ、アホだろ、俺にってやつ。<laughs> <laughs> 普通に。えー、絶対14だろ、どっちかだろ。え、25は、まあ5番はわかるけど、2番はアホなの。まあいいや。 うん普通に14でいいと思うんだけどな。もうだって俺がスムラなんだけどさ、普通にスムラだったらその後どうすんのよって感じなんだけど。ああちゃんと後先考えてて。ああ、でもはやっぱ俺に乗るんだよな。そういう人だもんな。発言してください,言ださいすごい割れ方しましたね。私、<laughs> 私に入れた人が136でしょ。で、私,私は136。6が2世で,で、3が人狼で、まあ、116。 まあ、一が狂人で、六人同で見てたんで、あ、全員、私が考えてる、私が狼人外マークついてる人、全員私に入れてるんだなって思って、ちょっとびっくりしました。えー、っと、まあ、多分、多分なんですけど、私、えー、っと、一番で役出て、四番、私で役出て、で、五番は役でなくて、六番接続切れ七番役ありしよう八番で役あるのどうですかって聞いて、六番さ接続切れで,で、まあ多分、 私、6番さん、人狼で見てて、あもう焦って役で出たんじゃないかなって思ってるんですよ。で、3をランダムしろってことにして、だから6が3囲って1強人で見てます。うーんこれ、4番さんの方が白いな。ありえん、こらじゃないべ。まあ日釣ったとこで今日だろうね。一番。 うん、響いたね、4番さんのがみんな響いたね。<laughs> 番 <laughs> 料理にさ、3人入れてんだか。いや、きついな、これ4番の色わかんないじゃん。うん。ごーな うーんいやこれ4進決め打ちたいな俺ローラ嫌いなんだよねいやさっきのんか表の写真っぽかったな,なちょっと表見てもいまいちよくわかんないなとりあえず今日3番に登場した人はな何を思って3に登場したのか明日ちゃんと言う,言うべきだと思う村のためにもんで明日は4つってねちゃんとお願いします以上夜が来ました これどあ七7紙か7紙しかないんか俺4番残そうって言うけど4残してどこ釣るかだよなやっぱ6が4に入れてる4白いって思ったよねみんな。 6つっていいんじゃないかなもう霊能と占い決め落ちたいなこれいやけど4番さんのさっきの発言白くなかっためっちゃ4番さん結構黒って 大しそうな気がするな、朝が来ました。昨夜死んだのは、7だよな、七番打たないよね、うん。8番、のプレイヤーは、発言してください。 三白、八白。ああ、一黒ある、うん、ありえるね。六が狂人っぽいもんね。俺、四番さん、さっき最後のね、決戦の発言めっちゃ白かったんだよね。ただね、一番さんが人狼だった場合、五番さんの方が狂人あるよ。 5番さんって霊能に行きたくないって言ったんだよね。霊能に狼いるの知ってるのは5番さんだからね。6番さんは霊能に行きたいって言ったんだよ。だからもし4番さんが真の場合、4番さん聞いてね。4番さんがもしあなたが真だった場合、6番さんは霊能に行こうって言ったからね。6番さんのが真はあるよ。 1>, 1番さんが人狼であれば。だから俺正直5番さん強靭も十分あると思う。4番さん俺は決め打ちたいな。俺正直占いはちょっと、だから3番さん白も見えてきだした。俺今日2番さん行きたいんだけど。ダメかな。俺に便乗して3人入れてきたらやっぱ2番さんちょっとおかしい気がするから。 で、占いの真偽はまだつかないけど、俺若干6番3シーンも見えてきだした、あの、1が黒はあり得ると思ってる、俺。うん、だから、で、8番さん俺に隠しろでしょ俺今日2番さん行きたいなぁ。え、5が3、あ、3も隠しろじゃん。<laughs> 3も隠しろ今日2番さんどうですか 俺の俺、んで決め打ちたいです。9番のプレイヤーは発言してください。3んで決め打つんであれば、えっ、ー、と、3でえー、と2で終わるよねっていうところだよね俺目線、ねうん2で終わる、2一6 6で終わる。うんと4番さんが二数だったら終わらないよっていうところで、ね、俺目線だと。うーん。えっ、ー、と、4んで決め打つんであれば、今日2からなんだけれども、 安定取るんだったら4やっぱり4からだと思います。うん、で,でも俺的にはやっぱり4番さんの発言、うん、決戦の時も白かったからずっと1番さんに私は投票しました。うん、で、なんで2番さんは3番さんにし続けたのかちょっと理由聞かせてもらいたい。うん、で、3と8はしろだからね、もう、うん。で、5、6の審議は正直ついてませんうん。 五6に関して、えっと、六番さんに関しては、ちょっと8番さんの占い理由を教えてください。うん、5番さんの3番さんの占い理由は、ね、なんとなく分かります。うん、3番さん結構叩かれ位置になったからね、うん。えっと、正直今日は2か4の盤面だと思ってます、私は。うん、で、2, 2が、えっと、3投票の理由が、えっと、納得できなかったら、私は2移ります。 納得できる理由だったら安定で4行こうかなと思ってます。うわ9番さん白いわ。2>, ね、2番のプレイヤーは発言してください。うん自分は 1, 1日目のえー、2週目の発言かなで34狼で見てるってはっきり言ったよ。うんだから、えー、例のローラーだったら4行こうかって話で。そしたら8番さんが最後に33行ってくれって言自分は3全然起きるだから行ったよ。うん。 素直にね、そこは。うん。まあ、これで <laughs>、防、防御だって言われたら、ね、あれだけども、自分は4番行ってほしいかな。うん、4、まあ、真の可能性もあったけどね。だから2、2回目の投票も3も行ったけども。うん。うん、そうなると、やっぱ狼、うん、占いで出てなければ9なんだよな。うん。 9番さんはなんで十分に来るのうん。それが分からない。うん。4位っていいんじゃない色。以上3番のプレイヤーは発言してください。そうだね。俺も今日4位行きたいかな。普通にローラー完遂したい。だって4番さん、人狼でも1番さんに黒打てるよね、普通に。うん。1番、4番、どっちが白いとかなかったし。うん。だって1番だって、 結局、ね、例のローラー自分で押してたしさ、そんなあれだし、占い神理で言うならば、俺は5番さんの方が若干白いかなって思ってる。なぜなら、えっ、ー、と、叩かれ位置になってる自分に白出したから、えー、もし、あのー、陣害だったら俺に白出すメリットなくて、俺に、俺にパンダを出して、で、俺という流れにした方がいいと思うんだよね。だから、5番さんの方が死ぬのかなっていうふうには思うかな。ってなると、6番。 人外で4、一どっちかで、うん、で急にどっちかなんだよね。うん、まだお寺はってないけど、とりあえず4かかなの方が人類あると思うけどな。うんけど、1<番>人狼もあると思うけどな。発言してください,ださい、まあ。とりあえず1黒でした。で、1黒って出たときにで、昨日の投票結果から6がずっと私に。 入れてきた、私にず最後まで投票してきたんですけど、六は多分私が本物だって、その1が黒って出た瞬間に6が私のこと本物だって分かってる、もしかして占いに人狼がいるんじゃないかなって思ってたんですよ。でも、で、で、もしかして、で、って考えてて、でも3が隠しろ論な、それで3が隠し論になって8も隠し論になって、私ワンチャン6、 人狼あるんじゃないかなって思ってるんですけど、狂人が住ムらにいて、これ間違ってたら本当にごめんなさい。私のちょっと直感なんですけど、1黒って出た瞬間にで6がずっと私に出てきてて、もしかしたら6が人狼なんじゃないかなとも考えてます。まあ皆さん目線2が2行きたいのであれば2でも構わないですけど、私は 6もしかしたら人狼なんじゃないかな、<ー>まあ人外確実なんじゃないかなって正直思っています、まあ。たくまさんのいし、えー、こ今日の発言に、まあすごくまあ、八戸とんはもう格しろだし、たくまさんの発言はとても頼りになったので、まあ、5がの方がも5が偽っていうのもあるっていうのも分かるんですけど、私の考えでは6も人狼あるんじゃないかなって思ってます。いや まだみんなの意見、ね、二人の意見聞いてちょっと考えます。2級<番>ローラーで終わるんじゃないかな。君、ヘイトが向いていた、だから、らなったで、白、ね、と出た、うん。で、普通に俺人形が出たら3に黒って3をそのまま釣っている。 でねえー、と昨日、えー3、3に入れた理由、2週目の発言聞いた段階で、4、1の真、どっち真決め打ちっていうことが、俺にはできなかった。だから8番の提案に乗った。で、3月ってさ、1、4同時でやったらさ、1、4の真、えー、精査ができるじゃん。うん、で、次の発言でまずさらに精査ができる。ただ、決選投票の発言で、えー、と4は白かったんだよね。4は普通に白かった。盤面も置いてたし、自分の発言もしっかりしてた,ただ、1はぼやけすぎていた。普通に発言が黒かった。 一番目線3、なんで3枚言ってるのか分かんないって言ったよね。一番目線3が、えー、村か人外か分からない、うん俺が。俺らからすると1、4、どっちが人外かも分からないんだよね。だからそこはね、村目線じゃないと思ったんだ。だから1に,1に変えた。で、4を死んだと君言ってる、うん。で、2番はさ、2番おかしかったよね、発言。えっ、ー、と、3、4黒く見てたんだよね。3、4黒く見てて、4, 4がさ、 黒く見たら、ね、1シーンで言ってるんででしょ1シーンで言ってるんだったらさ3番いる必要がないよね普通にさえー、例の君の打ちでよかったじゃんだから普通に2人外だと思ってるだから26ねどっちがオオカミか6オオカミ4番さあるって言ってたけどさすがに人狼両方出てくることは少ないと思ってるから俺は6を今日で見てるで2が人狼ねうん俺的にはそう見てるかな あんでだ正直、初日えーっと人間は俺8にかぶせない。7は一応8、1、八六番。発言してください。なった理由っていらねえだろ、普通に。8番やばすぎ。3番白ね。ね、そこ釣りをしてきて、これ3機能釣ってて、ね、もしこれ決め打ちで外したら PP だったからね、8番。やばすぎだろ、こいつ。<laughs> で、4番、決める決め打てる理由あるの別にもう俺え,えよ。じゃあ4決め打って2行くだったら。 2行こうぜだったらもう8番もやばすぎ <laughs>、うん。じゃあ4の決め打てる理由はあった女の子だから <laughs> 何理由 ?8 番。言った <laughs> こいつ村だ村だけどやばいわこいつ。<laughs> うん。で4決め打つよ。君言うから。うん、じゃあ2いこうぜ2。ありえんほらじゃないべ。 面白い。俺、まだわかんない。俺、6シーンもあると思うけどな。2> 2<番>あ、2位釣れたよ、これ。れうわ、終わんねえやん。2> 2<番>これ、1シーンだったら負けじゃん。うん、これだと、うん、4シーンに見るな だったら、えー、5、6、9、8、9、9でね。俺、どんな嫌いうの好きなんだろ、ね、う。3、8、どっちかがかまれんでしょ、俺で。うん、これじゃ2、4、行かないんだったら5、6に行く流れじゃないの、俺。違うの、うん、まあ、そこ行かないってんだったら別にいいけど。うん。うん そうね、まあ56についてはこれどっちかまれるんやろうれなんだろうけどねオオカミだったら5だよねオオカミだったら5だと思う、うん、うん、そうねどうしてもなんで9番さんが自分に入れるのかよくわからないんでね、うん、8番さんの臨場じゃないここオオカミじゃないの違うの夜が来ました。うん、目を閉じてくださいこれ9かな これ4番さん人狼だったら俺もう相当うまいなって思うけどな俺4番さんオオカミに見えないんだけどなまあけど4が今日なら5をかばうのは分かるな どこ噛むと思うよん三と八どっち噛むと思うみんな <laughs> 噛まれたら俺もう笑うよね <laughs>。朝が来ました。昨夜。<laughs> 番これ PP あんのかな4番のプレイヤーは<え>発言してくださいえーっとえたまに6番さんが9白タレメさんが9黒二白かはい把握しましたえー、っと私の昨日私二に入れたんですけど本音は6に入れたかったっていう 本音ですけど、まあ、ミー、まあ、ミーが、えー、ミーの流れだから、まあ、2でも、まだ名は足りるし、かなと思いました。で、2で、まあ、ワンチャン連れれば、普通にストレートで勝っていいなと思ったんですけど、ちょっと待って、占いわかんなくなってきたな。え、5が8に、ラインつなげに行って、8は昨日、私に5が偽もあるよって言ったんですよね。えですよね。でも、8は隠しろでしょで、 九、五六、新、今日なら、あ、そっか、今日、九、九が狼で九に行けば勝てるのか。でも、これをミスったら、もし、ん待って。もし、人狼が、人狼、お狼が占いに行った場合は、そうなんだよな。一旦、待って。あー。う,うーん。正直、私は、 6二世で追ってるから、まあ、9いってもいいかなと思うんですけどうん安定で行くなら占い行くなら6ですねでもしもう占いも決め打つなら9い,いきたいですうわーこれはち発言してくださいはいえー、っと 9黒ね、9黒。うん。で、4番が新じゃなかったら今日 PP 起きてるから4番は新確定。だから今日9行っておらなかったら俺でいいんじゃねえの ?6 番目線89、89白だろで、俺と6番目線54ってことか。6番目線54ってことだよね。うん。6番目線54ってこと。やったら。 そか8番さんいつポジになるのか。うーんとね、8番さんは4を死んで決め打ってる。だから今日9いってほしい。で、9終わらなかったも、ワンチャン。そうなると4が2000になるんだろう。そうなると俺も2000になってあれなのか。今日8番いつだね。普通に9黒、9黒で分かってほしい。4を、俺を偽で見てる感じはあったけども、4は確実に新。4が。 4が偽だったら、俺目線も PP だからね。それがわかるよね、うん。6人外9黒。で、そうだね。4人外だったら PP だから、俺のシーがオルとも9言ってください。6番のプレイヤーは発言してください。さい9番白、9番白だから、これ5番狼なんだけど、これ、えー、どういうこと ?4 番が、えー、と1黒だから、多分4真なのこれ。1黒。 1>, 1号黒であってこれ強人どこえわかんね<ー>今日急釣りは絶対ない急釣りは絶対ないんだけどえー、どここれ8番これ強人や8番 <laughs> 俺強人ないやろいやこれありえないあ待ってこれ8番強人の可能性もあるからちょっと待って今日急釣りは絶対ない今日,今日急釣りは絶対飲めない,いこれえー、ちょっと待って。<laughs> 面白いな、これ。2、4、黒もあるんか。いや、ちょ、待って、え、どういうことこれ ?5 番はもうとりあえずオカミなの。今日5つってとりあえず5。うーん、とりあえず9、もう4、進で決め打つなら9つっても明日あるんだよね。うーん、俺4番さんだけはさすがにちょっと人外で見えないんだよね。4番さんがほんと人外だったら俺。 すごい上手いと思うわ。だからね、俺4決め打つなら9釣ってもまあ明日あるんだけど、うん、そういう意味で俺9釣りたいかなって思う。うん、で5番さん人狼も俺追ってるからね。うん。あ、いや5番さん強靭の方がありえるんかな霊例の4番さん死んなら5番さん えー、ちょっと待てよ。ちょっと待ってよ。5番さんが強人なら6神でしょ。ただ4が狼になんのか。これ俺、残されてんの4人狼だからとかないよな、まさか。怖くなってきたな、これ。あー、そっか、5が強なら、 えー、5が9、ああ、そっか、9つったら PP か。あーこれどうしよう。まあ、ちょっと4番さん、さすがに狼だったら、もう9番さんの発言聞いて決めるわ。うん、申し訳ない。ただ、4番さんが一番真には見える役職の中では。え、9番さんは、内訳言ってみて。 9番さん、回ってきたときに、えっ、ー、と、強人と狼1、ちょっと言ってみて、それがしっくり言えたら、ちょっと変えるかもしれない。九番のプレイヤーは発言してください。はい、うん、俺目線はもう5、絶対人外確定。うん。で、もし4万も人外だったら、PP ね、これ、明日。うん。えっ、ー、と、1、4、5、6で、えっと、2人がいるわけ。うん。で、2両出てることはあんま考えれません、またべせ線。 うん、1456で二郎、1456で二郎、うん、強人が2位としてるっていうのを考えづらい。うん、だからどっちか信教、どっちがえっと、新だと思ってます。うんで、えっ、ー、と、5番3は確実に人外確定えっていうことで、えっ、ー、と、5番3人郎でおいて4番3強人、うん、の線かなと思ってます。私は今のところ。5番3人郎で、えっ、ー、と、 相方1は、うん、正直2番さんは全然あったと思います。うん、2番さんで連れてるか、えー、っと4番さん狂人だった場合、1番さんが真になるんですね。うん、だから5番さん、えー、52ラインっていうのも全然ある,あると思います。52ローローを4狂人。で、私釣ったら明日、その、もし4が、確かに4が真の可能性もありますよね。うん、4が真の可能性もあるけど、 えっと、俺を釣った、俺を釣った場合、えっ、ー、と、45、四5が陣、えー、外だった場合、明日は PP ね。だから確実に今日は5から行ってほしい。8番さんが4番さん、シンって決め打ってんだったら、別に5を釣ってからでも遅くないと思うんだけどね、なお足りるから。えー、なお足りないのか。ああ、そっか。うん。俺、全部<ー>俺釣りは絶対飲めないよっていうところ。現段階では、えっ、ー、と、4強陣の52ローロで打ってます。私はね。うん。 じゃ、今日は五行きたい。うん。今日は絶対五釣りでお願いします。えー、これ、わかんねー。投票を始めてください。ああ、九いってしまうな。これ負けたら申し訳ねー。九番。四号八。選ばれました。 ゲーム終了。あーよかったよかった4き目打ってよかったいやけど6番さん強人でよく霊いのオーロラって言ったよねあの辺がすごいね いやーこれはちょっと動画にしたいな「人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録して是非生放送も見に来てくださいね。